赤目、本日やっていくのはこちらの、ホラーゲームになります。では早速やっていきましょうかね。タイトル画面からしておどろおどろしいですが、内容はどんな感じなんでしょうか。このゲームには恐怖を与える表現が含まれています。小さいお子様や心臓の弱い方はプレイを控えください。大丈夫です。おはよう。名前まだ聞いてなかったよね。あなたの名前教えてくれる？おう、こうやってやるのか。なるほど。ここは、ポコタで行きましょうかね。ポコタ以外の選択肢がありません。はい、ポコタ。ポコタって言うんだ。私の名前は、ここでは明らかにならないと。いずれ思い出すのかな。仲良くしてね。これからもよろしく。多分何かの回想シーンだよね、これね。おい、ポコだ。何ぼーっとしてんだよ。これは？展開としては？あれかな、学校でうたた寝をしてるところを同級生で起こされてるとか。そんなイメージだよね。違う。なんだこれ、迷宮？ようやく暗さに目が慣れてきたか？ここが夜な夜な人のうめき声が聞こえてくるって噂の廃校だ。廃校にいるんだ。悪友たちと来てるのかな？なんか探検しに。数十年前、鉱山を掘削中に原因不明の事故が頻発したため工事は中止。その後、一時期ヤバい連中がここを根城にしてたって話もあったようだが、すぐに落盤が起きて入り口が塞がってしまった。それ以来ここには誰も足を踏み入れていない。俺たちが抜け穴を見つけるまではな。見つけちゃったんだ。お、これが友達か？え？なんだ、足が震えてるじゃねえか。お前それでも男かよ。ははこれ何、主人公が変わるのかな。男だと女だで。女だでやってみようか。女だ。あ、女になっちゃった。お前女だったよな。はい、ポコタは今日から女になります。それじゃあ大学生活、夏の思い出作りだ。少し探検してみようか。画面をタッチしてる間可能な行動がアイコンで表示されます。お？前向きの矢印が表示された状態で画面から指を離すと進行方向に進みます。おお、びっくりした。お、なになに？こう、あ、こういうこと。あ、こういうことで。はあ、ん？目の前の壁に何か書いてあるな。近づいてみようぜ。なんだこれ、ドクロみたいなのが見えるけど。これ別の方向には行かないの。行かないんだ。ああ。画面の中央付近をタッチすると目の前のものを調べることができます。はい、これも指でってことね。これはグラフィティってやつか。ほら、よく街の不良がスプレー缶を使って書いている落書きだよ。行動が塞がる前にここを根城にしてた連中が書いたんだろうな。うん、そんな話してたね、確かね。まだ右側に道が続いているみたいだ。先へ進んでみよう。画面の左側か右側をタッチすると、矢印の方向に向きを変えます。ほうほうほう。ああ、なるほどね。なんかあれだね。ちょっとしたチュートリアル的な感じなのかな。ああ、なるほどね。じゃあこっちは壁を見ると。やっぱり。ああ、なるほど。で、こっちはまた。ああ、なるほど。後ろは行かない。今のとこ行かない。いずれ行けるようになるかも。もう一回見てみる。落書き。こっち。はい。じゃあこっちは？おい、今更帰ろうだなんてなしだぜ。左を向いて奥へ進んでみよう。あれ？女のポコタを前にし、後ろにいるのかお前。後ろを向いているっていうことは俺の後ろにいるんだな。マジか。か弱いポコタを先に行かせるとは。じゃあまあ、進んでみましょうか。こんな感じで。
さっきより広い場所に出てみたいだ。暗すぎてスマホの明かりだけじゃ前が見えないな。そうだ、さっきダウンロードしたあのアプリを使ってみようぜ。これは？友達が言ってんのかな？おお、なんだこりゃ。お、出た出た。掘削当時の行動図をインストールしたから、ここの構造はバッチリだ。なんだろうね、下の61とかって。これは何？心電図的な感じ？しばらくスマホの画面を見ながら歩いてみよう。そんな器用なことできる？スマホの画面をスワイプしてみましょう。指でなぞった方向に移動します。あ、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど、なるほど。え、キーボードやコントローラーを使えば方向ボタンの上下左右でも移動、ああ、なるほど。なるほどね。これ何があるの？すごい気になる。ああ、これいけない。あ、はいはいはい。マップね。マップなんだね。要するに。こっち行けない。行けないのこれ。あれ？記録とかもあるよ。おー、おー、なるほどね。はい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 。記録します。物品。愛用のスマートフォン。コード内は圏外になっているが、近距離無線通信機能があるので、近くにいる人物と会話ができる。使用すると、通話や消灯が可能。今のところそれしか持ってないのか。これは設定。ああ、そういうことじゃないよ。はい。ああ、なるほど。この画面とさっきの 3D の画面を使い分けていくのでしょうか？ここから、この画面から出ることはできないね、今のところ。さっきの 3D の画面に戻るには何かの条件がいるっぽい？あれ？なんか下、70台になってるよ。心電図みたいなやつ。あ、いや、怪しいの見っけた。怪しいの見っけたわ、これ。これちょっとここでセーブしよう。なんか人っぽいのがいるよね。おい、なんだあれ。ポコタ、スマホばっか見てないで顔を上げてみろよ。あー、これで画面が戻る？画面下にあるスマホのホームボタンを押すと顔を上げて前を向くことができます。はい。キーボードやコントローラーを使えば決定ボタンでも前を向くことができます。決定ボタンを。あ、決定ボタン、はいはい。そして 3D の画面に戻ってきました。横じゃない？あれ？あれ？あれ？横向けない。横向けない。まっすぐ行くしかない。あれ？おかしいな。おかしいな。何これ？これは地下？誰かがもがき苦しみながら壁をひっかいたような。ははは、まさかな。誰かのいたずらかな？なんかね、手形があるけど。どうせこれも不良たちの落書きだろう。何か通りましたが？今、柵の向こうに何か見えなかったか？見えなかったことにしよう。そうそう、気のせい気のせい。なんだよ、ビビってんのか？アプリの心拍計が跳ね上がってるぜ。あ、やっぱそういう類のものだったんだ。あの数値っていうのは。また見せる。あ、100になってる。104、108上がってく。112。ここで道が2つに分かれてるみたいだな。俺は右の道を進んでみるから、ポコタは左へ行ってくれ。これ、あの、人の顔みたいなのが友達なのかな？え、こんなところで女の子を一人で行かせると？じゃあまた後でな、死ぬんじゃねえぞ、ははは、シャレにならねえぞ。おうおう、さっそうとって、なんかどっか行っちゃったけど。画面の下側をタッチして指を離すと、スマートフォンに視線を向けます。あー、キーボードやコントローラーを使えば、X でもスマホに線。はいはい。ちょっと待ってよ。ってことは ?X ボタン？あ、このボタンね。で、友達は先の方に進んじゃってるけど、これはさっきのか。はい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 。
じゃあ逆側に言われた通り言ってみましょうか。今のところ特に何もない。このハテナのあたりで一回記録はしとこう。しとこうか。で、こっち向きました。なんか机があります。変わったところはないよと。変わったところはないけど、これこのまま、もう一回、ないよ。で、こっちを向くと、壁。こっちを向くと、壁。こっちも、壁。これさっきのやつね。これどっちがいいんだろうな。下向いて歩いた方がいいのか？下向いて歩いた方がいい？この方が、行きやすい。こんな感じで。調べたら、あれかな？これびっくりマークになるってこと？調べたら。そんな感じな気がするね。そして、あれ。ここで、もう一回顔を上げると、目の前に扉があるんだ。はいはい。扉は錆びついているのか、押しても引いてもびくともしない。お、なんでしょうか？後ろで何かが落ちる音がした。うわー。画面の上側をタッチすると反対方向に振り向くことができます。振り向きたくないんですけれども。なるほどね。振り向けってことだよね。要するに。はい。あれ？さっきまで何もなかったところに、なんかあるじゃないですか。何ですかあれ。では、あれにっていうか、何かが机の上にあるみたいなんで、行ってみましょうか。おい。何ですかこれは。机の上には行員が書いたと思われる日記が置いてある。読みましょう。今日でここに配属されて3週間。ついに同僚の川下が原因不明の病で倒れた。掘削機の不調に始まり、浮石の崩落？不気味に響くうめき声のような音。まあ、掘削機の不調とかね、崩落とかはまだわからなくもないけど、不気味に響くうめき声とは一体何ぞ？まるでこの鉱山は呪われているかのようだ。あるいは山の神のたたりとでも言うのか。行動に危険はつきものだが、ここにいると気が狂いそうになってくる。早く家族の元に帰りたい。出稼ぎに来てんの？おっと、あの扉の向こうに何かいるってことか？やだなぁ。行くしかないよね。まあでもとりあえずは、こまめな保存。こまめにセーブしていきましょうか。これでこのまま、はい。扉、調べてみる。いつの間にか軽くなっている。やばいね、誘われてるね、これ。お友達の方は大丈夫かな？二人で一緒に来た方がよくね？はい。ちょっとまた、スマホを見ながら。スマホを見ながらじゃないと怖いからね。どっちに行くのがいいんだろう。まっすぐ行ってみるか。まっすぐ、ああ、こっちやね。まっすぐ、わあ、あれ？なんかいるの？穴があるのあれ。え？穴かあれ。え？どうすんの？これだろ？いや、別にスマホは見たくない。スマホは見たくないんだけど。地面に大きな穴が開いている。下部から鉱物や人員を運搬するために作られた立て坑のようだ。いやー、覗く前にセーブしたいけど、もう覗いてみよう。はい。暗くて底が見えない。ここに落ちたら助かりそうにない。あ、それだけ？なんだ、よかった。助かりそうにない。携帯見ます。携帯見ながらじゃないとなんかね。なんだこれ。ああ、そういう風に見えるんだ。ああ、なるほどね。はい。じゃあ、とりあえず穴があることは確認しました。どんどん奥へ行ってみましょう。これは？あれ？これも穴じゃん。地面が深く陥没している
って通ることができない。これはなんか後で板とか持ってこいとかそういう類のやつ？じゃあ、なるほど。ちゃんとマークが出てる。こっちに行くしかないと。はい。扉。また扉がありました。ちょっと待て。ちょっと。記録。はい。鍵がかかっていないようだ。開けます。一体何しに来たんだ、私は。おっと、後ろから閉じちゃった？風かな？きっと風だよ。うん。きっと風。気にせず行きますか。はい、行きましょう。ああ、なんか落ちてる。落盤で行動が塞がっている。これ以上先に進むことはできないようだ。よく見ると何かのメモと鍵が落ちている。もう拾いますよ。拾ってなんぼですからね、こういったゲームは。メモ1と扉の鍵を手に入れた。入手したアイテムは、ああ、はい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 。はい。はい。じゃあ、ちょっと待ってね。痛い？誰か。そこにいるの？あ？なんだい？おほほほ。霊現象ですか、これ。ちょっと待って、その前に。その前に。物品。扉の鍵。どっかにあるのかな？扉の鍵。メモ。これは読める？はい。あいつは何なんだよ。知るか。とにかく声を出すな。俺たち助かるのか？メモで会話して静かにするんだ。扉の向こうの気配が消えたら物音を立てないように脱出する。大丈夫。あいつは目が見えない。静かになったな。行こう。うわ。これはなんか出るってことじゃん。ちょっと。ちょっと待てよ。今俺はどこにいるんだ？これだよね。ここだね、落盤。で、ここ鍵開いてる。はいはいはい。わかった。じゃあ、静かになってると思っていいのかな？開ける。あれ？嘘。どういうこと？じゃあ、鍵どうやって開けるの？なんかあんのかな？鍵の使い方みたいな。あ、なんだ、今入ってきたところをすぐ使っちゃうんだ。なんかもったいない感じがするよね。穴のところです。あーっと、びっくりした。なに？あなた誰？あの子が来る。あの子が近づいてくる。早く行かないと。あなたの友達は死ぬ。これは？なんか警告してくれてんのか？わっと。お友達は大変な目に遭ってるようですね。まあ私を一人にした罰だろう。ということで。まずは、じゃあ、こうか。こっち側、悲鳴が聞こえたけど、とりあえず無視して、セーブしまくりの。ああ、なんだ、なんか、ここも穴があんのか。なるほど。じゃあもう戻るしかないってことだ。で、扉開けます。あの、男のね、お友達の方に行けと、そういうことですよね。合ってるよね。なんかスマホ見ながらだとスムーズだな。こっちの方が全然行きやすいね。あっと、どうした？おーっと、何？あれ？お前どこにいるの？あなたなんでそっちにいるんですか？ポコタ、助けて。はい、彼はもうお亡くなりになりました。ということで私はもうここから帰りたいです。ダメでしょうか？ダメなんでしょうかね。はい。いいんじゃないですか？もうほっといて帰れば。心拍数だだ上がりだな。
あーんと、こっちに行けってことだよね。こうでしょ？怖えな。もうセーブしまくってんだけど。怖えな、怖えな。とても嫌な予感がする。一旦戻ってセーブしますか。セーブしましたけどね。セーブしましたけど。もう一回しとこうか。そんなに進めるんなら。そんなに進めるんならしましょう。はい。で、嫌な予感がするけど、はい。あら、あれれれれれれれ、脈、息を確かめようか。大丈夫。アキラの呼吸は止まってる。初めて知った。あれ、アキラって名前だったんだ。アキラくん、アキラくん、大丈夫？おっと、私の手が真っ赤に。どうやらすでに息絶えているようだ。こんなところに来たばっかりにね、あの子が来る。あの子が近づいてくる。早く早く行かないと。あなたは死ぬ。あ、え？なんすか？あれ？速攻でゲームオーバーになったぞ。ちょっと続きからやってみましょうか。はい。いいえ、行きます。そうすると、アキラが倒れてる。今度揺さぶってみようか。揺さぶってみても、意識を取り戻さない。息絶えてるようだ。あの子が来る。早く行かないと。こっからだよね。こっから画面が勝手に切り替わる。おお、何者なんだよ。余裕じゃね？ほら、余裕じゃね？余裕だけどさ、いつまで追いかけてくるのこれ。結構追いかけてきますね。あれ、あんた誰？こっちか。よし。あっと、ちょっと。え？これどこまで逃げればいいの？ちょ。すんげえ追いかけられてる。やばい。こっちだ。どこまで行けばいい？あら、やられた。3回目のチャレンジ、脈を確認する。アキラのね、状態を確認するためにわざとゲームオーバーになったと思えばね。はい。あなたは死ぬ。逃げるのはね、そんな、どこに逃げればいいのかが俺わかんねえんだよな。はい。こっち。こっちか？こっち。このハテナはそのまま過ぎちゃえばいい？あら。びくともしない。こりゃダメだわ。どうにか考えないと。